芥川賞受賞おめでとうございます。 ありがとうございますおめでとうございます。改めまして第168回芥川賞受賞されました、はい、仙台市在住の佐藤敦史さんです。今日はありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。受賞後初めて仙台に戻ってこられての今のお気持ちというのはいかがですか？そうですね、ようやくこうなんか見慣れた風景を見られて落ち着いてきたという感じですかね、はい、一番ほっとした風景っていうのは、どの景色で感じられましたか？ほっとしたのはやっぱり今日まあ朝喫茶店で仕事してきたんですけども、はい、やっぱりその執筆してる時が一番落ち着くので、なんかようやくこう仙台で仕事ができて落ち着いたなっていう感じです。ちょっと待ってください、もう今朝からも執筆活動を始められてお仕事です。もう、はい、間に合わないんで次の作品に向けていや作品ではなく芥川賞を受賞するとエッセイがドサッと来るんで、依頼がそれをまあ短い時間でどんどんこなしていかなきゃいけないんです。そうなんですね、まだ仙台に戻ってこられて半日ほどしか経っていないと思いますが、はい、会いたい方には何名かお会いできましたか？いや全然まだ会ってないので、はい、落ち着いたらですかね、落ち着いたら会えようかなと思ってますけど、はい、ご両親にはまだ直接の？もう昨日の夜会いましたので、報告は済みみたいな感じです。ご両親どういった反応されました？そうですね、まあ、喜んでるような感じでした、正直なところ、芥川賞を受賞できるかなっていう、自信といいますか、そういったものってありましたか？いやそれは全くないですね。本当にもう5作品ノミネートされて、もうその先は運なんですよね。もう僕はそのノミネートを目標にやってきたので、まあ、そこである程度こう達成したという感じはあったので、まあ、あとは本当に本当に比べられるものじゃないんで、その作品っていうのは小説に関しては、はい、まあ、100メートル走だったらこう誰が見ても1位は1位なんですけども、小説っていうのはそれぞれの立場で、まあ、違う世界を独自に立ち上げているので、それやっぱ比べられるものではないんだけど、無理に比べて賞を与えるっていう、そういうお祭りなので、だからねこれはもう本当に運としか言いようがないようなお祭りとか、もうそれをお祭りとして受け入れて楽しむみたいな、こうなんともこう結果がこう伴うかどうかわからない世界で、15年以上にわたって活動されていますけれども、苦しい時期ですとか、こうスランプ、そういった葛藤のようなものってこれまでありましたか？そうですね、毎日こう原稿を少しずつ書いているので、まあ、スランプってその書けないっていうことはないんですけども、まあ、なかなかその書いたものが発表するなんていうか、なかなか基準まで持っていくっていうのがなかなか難しいので、そこで、まあ、これより一つ前の象の皮膚という作品、それが第2作になるんですけれども、そこに至るまでが長くて、まあ、そこまで行くのに苦労して、まあ、2作目出た時に少しこう抜けた感じがあって、その流れでこう3作目の荒地の家族をうまくこうなんか創作することできたかなという感じですね。作品に込めたテーマ、思いというのを改めてお聞かせください。そうですね、植木職人が、はい、主人公で、なんていうか普通に真面目に仕事をして、こう日常を大切にしている人間というのを、まあ、生活者の目線でこう描けたらなという思いで、書いたのがありまして、
まあ、その上で、まあ、宮城県でクラス以上東日本大震災というのに、まあ、触れずに、いるっていうのはなかなか難しいので、まあ、できるだけ中心に添えて、書いていったっていう感じですね。うん、改めて被災地への思いというのも、佐藤さんどう考えていらっしゃいますか。うん、そうですね、なかなかその被災地を、まあ、描くであって、まあ、全ての、ね、こう思いをすくい上げるというのはもう到底無理なので、まあ、できるだけその目に見えないようなこう隠れた思いというのを、まあ、一点でも、ね、こう拾えればいいかなというふうに思いますけど。うん、佐藤さんですかとかこれからいっぱい聞かれちゃうかもしれませんね。そうですって感じですね。私が佐藤ですね。何話しましょうか、街中だとして、あ、もしかして佐藤さんですか。そうですみたいな感じです。じゃあ声かけてもよろしいですか。ありがとうございます。はい、でまあ、これからですけれども、まあ、活動長いと思いますが、芥川賞を取られたことによって今後の創作にこう影響とか、なんかこう影響、まあ、いい意味でね、その、まあ、ある意味書いていいよというお墨付きのようなものでもあると思うので、まあ、そこはだからなんていうか逆に問われているような立場でもあるので、まあ、そこを、まあ、誠実に仕事していかないといけないなという、気持ちでもありますね。ありがとうございます。お忙しい中でお時間取ってくださってありがとうございました。これからも一読者として楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。